どうも皆さんおはようございます。減量末期のトレーに、酒で全然言わない。これ僕あんまり普段お酒強くない方なんですけど、最近この減量を始めてなんかお酒強くなったと思うんですよね。で、これなんでかなって考えたんですけど、減量中ってお水6リットルぐらい飲むんですよね。で、コーヒー1リットルぐらい飲むんですけど、その6リットルを飲んで体に残ってる水分があるから、アルコールを飲んでもそんなに酔わないみたいな。何言ってんすかね。ちょっと寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日は6月22日の火曜日、大会まであと12日ぐらいですかね。なんですけど、ちょっと昨日飲みすぎちゃって朝前飲んでたんですけど、全然今酔ってます。まあそんなこと置いといて、着替えてウォーキングに行きます。すごい気持ち悪いです。はい、ウォーキングから帰ってきて今から1食目食べます。オートミールが 30g と全粒の卵2つの卵焼きとギリシャヨーグルト。ちょっともう授業まで時間がないんでパッて食べて学校行ってきます。はい、今学校が終わって今からジムに行くんですけど、その前にバナナを1本食べたいと思います。あとちょっと家へ飲みます。今トレーニングから帰ってきて、スーパーに寄ったんですけど、ちょっともう料理をがっつり作る元気がないんで、今日はパンめっちゃ食べたかったんで、この低糖質ブランパン食べたいと思います。2枚とサラダチキン下に入ってます。とあと目玉焼き、アスパラガスちょっと、とあと茶碗蒸しとメカブが最近好きなんで食べたいと思います。いただきます。アスパラガスもうまっ、うまっ。サンドイッチとかいつぶりに食べたよ。うん、うまい。このパン1枚あたり83キロカロリーのタンパク質が 4.7グラム、
脂質 2.5g、炭水化物 14.5 のうち糖質が 6.3g、食物繊維が 8.2g、すごい優秀なパンですね。うまいわ。はい。ご飯食べ終わって、なんかそのまま寝てました。今起きたんですけど、ちょっと今から、あの大会当日に、パンプアップとか手伝ってくれる友達が家に来るんで、ちょっとバイクで迎えに行きたいと思います。今から最後の食事を取りたいと思います。鶏むね肉が 96g、ブロッコリーが4つと、ご飯が 100g です。いただきます。はい、今からお酒飲みます。おつまみは当たり目とカリカリ梅とつぶ貝とオクラ。これでだいたい170キロカロリーぐらいで、まあビールが100ぐらいで飲みたいと思います。